はい、じゃあよろしくお願いします、えー。今画面真っ暗になってると思うんですが、えー、これがですね、2020年、おそらく最初の数学の趣旨になってると思います、まあ。明けましておめでとうございます。でですね、まあ受験生が正月ボケってのは無縁です。基本的に関係ないんですけど、ただ、周りがやっぱり正月の雰囲気になるので、若干流されるんですよね。でそういう時って、ちょっと集中できないなとか、なんかケアレスミスが出るなみたいなのが結構起こったりするので、 今回、まあ、いつも通りなんですけど、時間計ってですね、いつも以上にガチめの早めに解いてください。あの、自分もそうやりました。かなりもうみんなに負けたくねえっていう気持ちでめちゃくちゃ早く解解いたんで、ぜひね、あの、ストップウォッチ用意してくださいで。なんで画面真っ暗にしてるかっていうと、最後に作図問題があります。で、今画面出てると思うんですが、こういう簡単な図をどっかに書いといてください。今みな、皆さん解こうとしてるところにね。まあ、それをね、出したくてやりました。では、画面映しますので、行きましょう。 はい。ということでね、今回はこの12問やっていきますので、まずね、1回チャレンジしてみてください。ちなみに私、ガチでやったんですが、1個ミスりました。それはどこでミスったかは、後で話しますけどね。じゃあ、早速ね、解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よしゃ、ゃ画面下げます。お待ちください。よ結構ね、そのまあ、この刺しに関してはいつも時間を計るんですよ。自分がガチでやったタイムを。で、最近ね、コメント欄で結構俺負けてるんですよね。 そうあれ配置遅くねみたいなそうで悔しかったんでちょっとガチでやったら1個ミスったんよねはい <laughs> いきましょうちょっと問題多いんでねサクサクいきますでまず1番は、ま、普通の政府の計算ですねマイナス3プラス3マイナス3あっそうねここがス4なので−マイナス4く4になるからマイナス8で OK で次分数分数の後ろにえー、と分数じゃない割り算の後ろに分数がある場合は書き直しちゃいましょうかここで。 かけるにに直して逆数ですすつままりり分の6になりますただ符号変わらないからねマイナスはマイナスのままです。ってことでこれ約分して2でまあ答えはマイナス2となります。さあ3番。まずここ有理化ですね。えー、下の下にょこのルート3っていうのを、えー、上と下に両方かけます。 ルートっていうのは同じものをかけるとルートが外れるのでルート3るルート3は3ですこうすることによって消えるからこいつルート3なんだよねでルート 3+4 ルート3で5ルート3になりますここですこの部分ねでルート27っていうのは9る3なので9る3ねってことは3の2乗が出てくるからス3ルート3つまり計算して 2ト3になります4番です分配法則いきましょう4を配って 8x-4 -3 を配って -6x プラス9 x 同士を計算すると 2x -4 とプラス9計算するとプラス5となってこれで終了でございますで次ですねちょっと下げるかよ。 ででこれはですねいつも、まあ、よく出てきますねこのパターンねさって1行でね長い分数書いてやっていきたいとこなんですけどここにね指数があるんですよね指数っていうか、まあ、の二乗これまず処理しますこいつねでこれと気をつけてほしくってマイナス xy の2乗っていうのは括弧の外にある2乗はっこをそのまんま2個かけてるって意味ですこうこういうことだから消しますけどこの部分はプラスに変わります よいしょよいしょよいしょプラスで、X、が2個 y が2個なんでつまり X 2乗 y の2乗のですこいつは。であとは長い分数まあなんか分数書かなくてもねこの問題はちょっとやりやすそうですけどまあいきましょう最初のこいつは上です掛け算の後ろも上ですか割り算の後ろが下にきますこうですね。 x2 乗まとめて消します。5と10約分して2が残ります。下は全部消えたので、上に残っているのが y の2乗、2、x、y の2乗。つまり、2、x、y は4つあるんで全部で。4乗となって、これで終了です。さあ、くさくいきましょう。6番です。展開ですね。で、これはちょっと公式が使えないので、もう自分がよく言う全部がけですね。全部がけ。いきます。 こいつとこいつこいつとこいつ計4回全部がけしてくださいそうすると 3x と 4x で 12x2 乗 3x とプラス +3 で 9x マイナス1と 4x でマイナス 4x ラストがマイナス3とでこの真ん中ね計算はまだできるので 12x2 乗プラス 5x マイナス3 となってこれでで終了ごの2つの数字に着目してかけてマイナス3になる足してプラマイナス間違ったねかけてプラス3合ってたで足してマイナス4になる数字のコンビを探します。 でこれは探すとですねマイナス3そしてマイナス1というコンビが見つかるのでその数字を使ってマイナス3とマイナス1とこれでもう因数分解終了ですねで次です A イコールマイナス3の時こいつを計算したいとまあ丁寧に入れていきましょう気をつけるのはここだね A の2乗の部分これをちゃんと書くんだったらマイナス3入れるから カッコつけてマイナス3の2乗です。ちゃんと書くなら。で、マイナス2がいて、ここは掛け算。2a ってね、掛け算隠れてるからね。マイナス2かけるマイナス3です。ちゃんと書くならば。で、さっきもやりました。カッコの外にある2乗は、カッコ丸ごとかけるんです。つまり、カッコマイナス3を2個かけるから、マイナス3かけるマイナス3。つまり9ですね。9。 ここの部分ママイイナナスススかけるマイナス3はプラス6つまり計算すると15とこうなります。で次の問題がですねあのよく、まあ、受験でね自分結構見るんですけどこのよく出るってイメージがあるんですけど最近思春解いてると久々だよね。このほに,ゃららについいいてて解きなさいっていうで今回はこの H について解きなさいっていうタイプの問題でこれは変形です。 形を変えるんです。式の。つまり、h について解きなさいって言われたら、ゴールは h イコールホニャララです。これをゴールにするの。こうやって形変えろよっていう。で、まず左側に h が必要なので、右側と左側、右辺と左辺をまるまる入れ替えます。で、まるまる入れ替えるんだったら符号変えなくて大丈夫なので、まずは πr 二乗 h イコール v とまるまる入れ替えました。 で、H、イコールに近づけるのは何が邪魔かって πr が邪魔なんですよね。この子を取りたいどう取るかっていうとこれはここに πr 分の1っていうのをかけてください。πr 分の1をかける。そうするとまぁ、あ、消えるっていうか1になるっていうことね。1になる。 でもこっち側だけにかけるのはもちろんダメです右辺にも同じものをかけます πr2 乗分の1で左辺は h になるのであとは h イコール下もかけあかけるねちょっと12番用に幅をとっておきたいえっ、ー、と h イコール πr2 乗分の v と。 なってこれで終了となりますさあ10番ですねえ二次方程式解きなさいなんですがもうね x2 乗ここに係数くっついてますね数字がくっついてるまあ、1以外の数字がくっついてるときはもう解の公式行きましょう解の公式ですねで解の公式幅があるから久々に書くか解の公式は x イコール 2a 分の b プラスマイナスルート b の2乗− b −√ b ス4 a c と絶対暗記させられるよね学校でさせない先生を見たことないぐらいだもんこれこれはね必ず覚えといてくださいちなみにみんな高校に入ってもガンガン使うからねこいつめっちゃ使うから覚えといてで解いていくと、えー、x=2a 分の a が5ね a が5、b が -3、c が -1 です。だから2かける5なんで10分の -b だからこれにマイナスだからプラスに変わって3プラスマイナスルート。ちょっとこう計算しようね。b 2乗 -4ac だから b 2乗 -3 2乗して9 -4ac は -4 かける5かける -1 です。あとプラス20ね。だからここはルート29。 でルートの中身チェックを絶対やります29なんか出せねっかなって考えるんだけど今回出せないんだよねだから答えとしてはこれで終了となりますさあラスト2問ですねこっからはこそうねこの2問がちょっとあの正解率が下がるかもしれないんですがえ11番これは円周角の定理を使います円をわざわざ書いてくれてるからねでここが 70° 度この スタート地点を使った外の円周角が20度です同じスタート地点を使っているここの中心角外と中ね中心に向かっているそれは2倍の関係になりますいいねここが70度ならここは140度ですまずこれが一つ気づくことでもう一個気づかなきゃいけないのがここの角度ここは x です同じですこいつと ななぜらら円の中心かか外に向っってる半径ですこっちも半径径でですすこちもつまりここの長さは同じなので二等辺三角形なんだよねその下のちっちゃい三角形がだから角の X と X とが一緒になるじゃあ最後どう考えるかっていうとこの三角形において140度も使ってるからさ三角形の中身って全部で180度なのであと40度残ってるんだよね。 140使ったからそのあ残りの40度を x と x で分ければいいから、まあ、40を2で割ればいいよね最後。っていうことで2 0度とこれで終了。でございます <laughs> 声がございますやべえカットして今のところ。<laughs> さあラスト。 えー、この作図問題はちょっと前にねあの違う動画でやった問題なんですけどあの同じじゃないんだけどね発想は同じで長さ1が分かってるんですここ1ねここ1が分かってるそっからルート2を持ってきたいつまり1からルート2を書きたい時これも何使うかっていうと。 この2つののつ長さを使っているる身近なものがあるねそれが三角定規ですもうこの1とルート2が来た瞬間にああいつかって思ってください三角定規まあ2種類ありますけどね三平方の手にところでやった1対2対ルート3の方ではなくて1対1対ルート2の方えっ、ー、と右側がかけるねこういうやつです直角でこの長さが同じやつ これを使っていきますで今はここにこう書きましたけど長さの比としては1対1対 √2 になってるんですよねここにルート2があるで下に1があるからこの直角三角形をここに書いてあげればルート2っていう長さが生まれるんだよねそのここに O があってさここに A があってまあ、P じゃないんだけど P' とかにしとこうか こうやってルート2の長さを取ったら、あとその長さをウィーンってコンパスでここに持ってくればさ、ルート2の長さのまま作れるじゃん。だから、1からルート2の時に、あ三角定規か。じゃあ、あれを書けばいいんだ。っていうふうに思えればいい。じゃあ、あれを書くために何が必要かっていうと、まずは A から上に水線を書きます。A から水線を書く。えーっと、まず1。 垂線です。これを書きます。これ a からの推薦ねで、垂線の書き方としてはちょっとこれあの持ってないんで、書き方だけチェックしてください。ここに！針を刺します。コンパスのね。で適当な長さを取って。こういうふうに2つチェックを入れます。くるっと半半半円ぐらい回して2箇所でここと。ここに針を打って、またちょっと適当に開いてください。 開いててシシュッシュッってこっちに刺してこう同じ長さのまんまこっちに刺してこうやってやって2個チェックを入れますこれが彗星の書き方ねであとは定規でちょっと曲がりましたけどごめんなさい曲がったな <laughs> そうね <laughs> こっちから見てると相があんま感じなかったんだけどごめんこれはちょっと許せねえわや,や,やり直し えっとこのぐらいかだったらまだいいかこうだねこれで垂線が OK ですまず第1段階ねで垂線書きましたあとはこことここの長さを同じにすればいいでしょだから2番目として OA イコールこの図で言うとね OA イコール OP' の長さを取りますでこれはどううやるかっていうと同じく OA の長さをコンパスで取っちゃえばいいこうやってずらしてで取ってもう一回ここに針を刺して OA だからもうちょっと上かちょっとごちゃごちゃしちゃったなごめんよこうしてこの辺に長さを取りますこの長さとこの長さが同じですまああとをちゃんと残すならこういう方が分かりやすいかもあそこに針を刺して そうすると、O8、O8 じゃねえや、ごめん。AP' だ。こっちだね AP'。ここに、P' ができます。P'。いいかなそうすると、今、長さとしては、これ書かなくていいけど、ここに、ルート2って長さが生まれました。もらいたかった。で、自分何間違ったかっていうと、おこのルート2を書けばいいと思って、ここで止めたの。 バツ、はい、ましたちゃんと問題やめましょうね。など点 P を L 状に書くんだよね。と <laughs> いうことで、えー、とこっちに持っていきたいのであとは最後ここに針を刺してこの長さ、えー、と3番 OP'OP OP になるようにここにコンパスの長さを取ってこのまんま下ろしていきますこうやって。 ってそうするとここに P ができるのでこれねこれでこのまんま下ろしてるからルート2の長さのまんま下ろしてるんで当然ここもルート2になる。いいかなこんな感じで書いてください。 はいという感じで新年一発目だったんですけどいかがだったでしょうかまあたまにねこれなんて死守じゃねえだろうっていうそういう言われ方することもあるんですけどまあまあちょっとぐらいたまにねまあたまにですからちょっと少し難易度高めの問題もざっくり入れることもありますけどぜひねあのこの問題っていうのはあんまり変化をつけられないんだよねこのまんまというか同じような発想で出されるのでこれさえ押さえておけばちょっと出題方法を変えられても対処できます。 ぜひねほんと覚えておいいほしいだから自分の中ではほんと刺だと思ってるんで今回ね投稿というか入れさせていただきましたではねえ受験まで結構もう日にちも近くなってきましたが変わらずね高校受験対策これからも取っていきますのでまあ昔のものも含めて是非ね受験勉強に役立ててもらえたらと思いますでは今回はね刺しシ,シリーズ第48弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました